恩納村の前金久漁港は台風6号の影響による停電で海ぶどうの養殖施設の設備が稼働せず、海ぶどうおよそ7トン2200万円余りの損害が生じる見込みで、玉城知事は漁協の担当者から被害状況について説明を受けました。コロナ禍前に生産も販売の方もですね、順調に来てたんですけど、それで少しこの台風の影響でまた2ヶ月間ほど安定した出荷ができなくなるのはちょっと非常に厳しくてですね、まあ、誇りを持ちながらですね、安心して作れる環境を一応お願いしました。また名護市山の葉では海水が防波堤を越えて冠水した国道449号の状況を確認しました。国道はおとといまで冠水し、水が引いた今も路上に石や砂が散乱していて、およそ 1.5 キロにわたって通行止めとなっています。県内で幅広くその被害が広がっているということを本当に強く感じましたし、それぞれ市町村とも連携をしながらその復旧について一刻も早く支援が行えるよう取り組んでいきたいということを強く感じました。通行ができなくなってから6日目の今日も北部土木事務所がブルドーザーなどを使って石や砂の撤去作業を行っていて、あさってまでの復旧を目指すということです。これに先立ち開かれた県の災害対策本部会議では、各部局から台風6号による被害状況が報告されました。県内の農林水産業の被害総額は、今日午前9時現在で10億円以上が見込まれていて、サトウキビがおよそ9億円を占めるほか、オクラやパインなどでも被害が出ています。県は相談窓口などを設置して対応に当たっていますが、被害総額はさらに増える見通しで、引き続き被害対策や早期復旧に向けた支援に取り組むとしています。また、県によりますと、公立久米島病院で酸素が必要な患者に使用する液体酸素が不足し、あさって10日までしか持たない状況だということです。液体酸素は危険物のため船でしか運べませんが、本島と久米島を結ぶフェリーは今日も欠航となっていて、供給が間に合わない場合、患者をヘリで本島に運ぶなど対応を検討しています。